近い。そいつを起こしてくれ。了解です、ハンドラー・ウォルター。脳深部コーラル管理デバイスを起動。強化人間 C4621 覚醒しました。621、仕事の時間だ。突入カプセルの電源を落とす。あとは合図を待て。
ケアキット残数2。見えるか。お前にはあの汚染市街に降下してもらう。カタパルトにアクセスしろ。
ライセンスはすでに停止されている。次は誰？
アクセスしろ。
外にアクセスしろ。
武装ヘリの撃墜を確認した。621、今日の仕事は終わりだ。手に入れたライセンスの識別名を伝える。コーラルと呼ばれる物質がある。辺境の開発惑星ルビコンで発見されたそれは、新時代のエネルギー資源および情報動態として人類社会に飛躍的発展をもたらすと嘱望された。アイビスの火、その炎と嵐は周辺星系をも巻き込み、致命的な汚染を残し、元凶たる新物質もまた跡形もなく消失したかに思われた。だがコーラルは未だルビコンにくすぶっていた。やがて人々は気づくことになる。その火種に、RB23 識別名レイブンによる認証を確認。安否不明状態を解除、ユーザー権限を復旧します。傭兵支援システムオールマインドへようこそ。レイブン、あなたの帰還を歓迎します。認証は通ったようだな、レイブン。それがルビコンにおけるお前の身分となる。早速だが仕事を取ってきた。確認しろ、621。ユーザー権限復旧に伴うお知らせです。オールマインドは傭兵支援の一環として戦闘技能教習シミュレータも提供しています。あなたのライセンスは休止状態にありました。多少のブラックもあることでしょう。教習項目を修了された傭兵各位には報奨として機体パーツも給付されるため、よろしければご活用ください。
Thank you.